こんにちは、フロクレビューチャンネルです。今回は7月7日発売のリー8月号を開封レビューします。リー8月号の特別付録はレスポートサッククラフトワーク風ビングポーチです。以前も大人気だったレスポートサックと集英社ファッション誌のコラボポーチ。7月7日に発売したリー8月号にもついています。リーの付録についているのはクラフトワーク風ビングポーチ。生地はポリエステル素材。厚みは市販品のレスポポーチほどはないものの、ツルツルした手触りで使い勝手のいいタイプです。華やかながら落ち着きのある大人っぽい柄。後ろ側も柄入り。ポーチ上部にはレスポートサックのロゴ入りテープがついています。ファスナーの引き手も市販品のようにロゴ入り。レスポのポーチらしいスムーズな開閉の感覚も味わえます。街のないすっきりとしたフラットポーチ。リーと比較するとこんな感じで大きめサイズです。10インチのタブレットがちょうど収まる大きさ。内生地は白のポリエステル素材。レジャー用品の整理や文具類をセットで入れても便利。大きめなのでお家で細かなものを整理するのにも向いています。毎日持ち歩く除菌グッズや日焼け止め、まとめて入れると結構ボリュームがありますが、ゆとりのある大きさでファスナーも無理なく閉まります。フラットタイプでバッグに入れてもすっきりしているのもポイント。トートバッグでもリュックサックでもすっきり収まるサイズと形です。
最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。